が天心じゃ。ということでですね、最近スタバの新作が出たんですけども、これはハロウィンミステリーフラペチーノという新作が出たんです。このハロミスなんですけど、なんとスタバで7日間限定で販売されるみたいで、7日間だからもう相当短い1週間限定で出るんですね。そのハロウィンミステリー、なんとですね、味が公表されてないっていう、何の味か当ててねみたいな感じのコンセプトなんで、ちょっとね、そのままのタオルサイズと、あともう一つね、俺なりにちょっとね、トッピングとかシロップ追加とかした2種類持ってきたんで、とりあえず紹介してみたいと思います。こちらが普通のハロウィンミステリーのやつなんですけど、まあ、昨日買ったんでね、ちょっと、クリーム潰れちゃってんだね、これね。でもね、こちらこれ見てみてよ。このね、シール。これシールが可愛らしいんですよ。ハロウィン限定のね、6種類くらいあるのかな。これがすごい可愛らしい。でも見て、これ、もう何はともあれ、イラストですよね。可愛いお化けのね、やつ。あとこの HF ね。HF ってなんだろう。と、ですね、こちらがシロップ増量のやつなのかな。これもね、完全にクリームがいっちゃってるんですけどね。クリーム増量したはずなんだけど、やっぱり、1日経つともうダメだね。これもお化けちゃんで。お化けちゃんもね、ほら、種類がある。こっちの子なんて、前歯でしょ、これ俺なんじゃない。特に何も言ってないけど、勝手に前歯を付け足してくれたって優しさね。ということでですね、こちらの味、ちょっと何味か私、当てていきたいと思います。それでは食べていきましょう、いきましょう。ということで、こちら飲んでいきたいと思います。何味がするのか本当にわからないんですけど、ただね、ちょっと怪しいなって思ったのは、店員さんの胸元に新作はキャラメって書いてあったんですよ。バカだと。キャラメまで書いたら大体わかるよ。まあでも、キャラメル味っていう説もあれば、ハロウィンにちなんだカボチャ味っていう説も、いろんな説が出てるんですね、ネット上を見ると。なんで今回私、その真相を当てていきます。さあ行きましょう。多分前歯が出てる方がね、シロップ追加されると思うんで、とりあえず普通のから飲んでいきます。行きます。なるほど、分かりました。この感じね、まだ言わないのか、ちょっと一応こっちのもちょっとね、飲んでみたいと思います。まあ、これなんとなく分かりましたね、これやっぱり。紛れもないキャラメル。